アレッツォのキメラの聖堂像は、エトルリア美術の最も著名な作品の一つ。1553年に、エトルリアローマ文明からの古い歴史を持つ都市である、トスカーナ州アレッツォで発見され、すぐに、トスカーナ大公であるメディチ家のコジモ一世のコレクションに加えられた。コジモ一世はこの聖堂像を、別級宮殿で公開したが、その他のより小さな聖堂像のコレクションは、 ピッティ宮殿の自分のアトリエに置き、ベンベヌートチェッリーニの自助殿によれば、太鼓は金細工の道具を使って、それらの銅像を自ら掃除するのが大好きだったとされている。アレッツォのキメラは今でもフィレンツェにあり、現在は国立考古学博物館の所蔵となっている。高さは約80センチメートル。ギリシア神話では、 怪物キマイラは小国であるリュキアを荒らしまわった末に、ベレロポンによって退治されたとされる。この聖堂像がアレッツォで発見された時、キメラであれば、蛇の形をしていたはずの尻尾の部分が紛失していたため、発見者はライオンの像だと判断した。しかし、その後すぐに神話のキメラであることが認められ、実際、ジョルジョバザーリによれば、 フィレンツェに運ばれたブロンズの破片の中から尻尾の部分がすぐに発見されたという。現在の銅像の尻尾部分は18世紀に修復されたものである。アレッツォのキメラは古代のある時に注意深く秘蔵された聖銅像コレクションの中の一つである。これらの聖銅像は死の城壁のサン・ロレンティの門のすぐ外側で堀を掘っている時に偶然発見された。 今日その場所には、聖堂のレプリカ像が立っている。右の前足に刻まれた名文は、かつては様々な読み方がされてきたが、近年では、エトルリア神話の最高神ティアナに捧げられた、奉納品であることを示すティンスクバルという文字であると考えられている。ありがとうございます。